ウェルズリージョナルトランスポーテーションセンターは、アメリカ合衆国メイン州、ウェルズサンフォードロード696にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。ウェルズリージョナルトランスポーテーションセンターは、メインターンバイク局によって、ダウンイースター号の停車駅や路線バスの停留所として、設計、建設され、2003年6月にオープンした。 駅は森林に囲まれ、背の高い木が、プラットフォーム上の緑の上屋として役立っている。駅は、インターステート95への出口から直接街に、通じる主要道路沿いに位置している。メインターンバイク局が、メイン州の40万ドルの予算と合わせ、連邦政府の助成金100万ドルを獲得した後、もともとレストラン、店舗を備えた、複合施設として計画されたあまり野心的ではない。 建物が建設された。ウェルズ商工会議所は、待合室、ATM、自動販売機、公衆電話、案内所を持つセンターを講演している。ポートランドと北部ニューイングランドへの旅客サービスの再開は1989年に設立されたトレインライダーズノースイーストの草の根運動として始まった。この日営利ボランティア団体は、 その旅客サービスは何ができるかの強力なビジョンを持っていたウェイン・デイビス氏によって創設された。1989年7月14日にはメイン州議会はメイン州内外で定期的な旅客鉄道運行を確立するために必要なすべてのアクションを取るためにメイン州運輸省が監督する旅客鉄道サービス法を制定した。同法はさらに ポートランドとボストン間の旅客鉄道運行を再開させるための業務を遂行するための資金の支出は最初に批准されるであろうことを指示した。1995年メイン州議会はボストンやメイン州各地間の旅客鉄道運行を開発・提供するために北部ニューイングランド旅客鉄道公社を設立させた。アムトラックの停車する列車は下記の通り。 当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。